はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、巨人の新勝利の方程式が完成したというところで、ちょっとねそれについてお話していきたいなというふうに思ってます。はい、まず説明する前にですね、まず巨人ね、去年昨年オフですか、非常に補強しましてですね、ピッチャーね、立て直しを図りましたと。で、今年はね、すごく投手力があるというふうにね言われながらもですね、まあ大勢投手であったりとか、中川投手とかがまあ離脱したんですよね、怪我で離脱して、実際まあ補強してたんでね、その他の選手が頑張ってね、めちゃくちゃこう抑えてきてたんですけども、少しね、まあ6月ぐらいからね、ちょっと疲れが見え始めて打たれ始めたりとかしてたんですよ。でそこで、先ほど言った大勢投手であったりとか中川投手が怪我から復帰したっていうところで、本来、ジャイアンツがね思い描いてた方程式というか、リリーフ陣が今やっとね、完成したかなっていう風なね、感じがあるんで、今日ちょっとそれについてお話していきたいなという風に思ってます。はい、じゃあねちょっとねミニホワイトボードを使いながらちょっと見ていきたいかなと思うんですけど、これ見えてますかね、大丈夫ですかね。はい、僕的にはまあこんな感じに、なるんじゃないかなっていう風に思ってて、今日の記事ですかね、今日の朝の記事で、まあ、安倍監督がですね、まあ、その、守護神というかね、9回は、大勢をね、固定するっていうふうに明言されたんですよ。で、もともとね、いない間、怪我をしてる間っていうのは、バルドナード投手がですね、担ってくれてたんですよね。もともと、まあ、7回であったりとか、8回を投げてくれてたんですけど、その、大勢投手がいなくなった、中川投手がいなくなったっていうところで、まあ、バルドナード選手が、9回をね、ずっと担ってくれてましたと。で、非常にいいピッチングをしてたんですけども、まあ、少し、やはり疲れであったりとか、まあ、安倍監督のコメントなんかを見てると、こっち、心の方が疲れてるっていう風なね、表現をされてましたけども、まあ、そういったこともあってですね、まあ、もともといた7回とか8回の方に、まあ、戻るっていうところでね、大勢投手が9回ね、また、守護神を務めると、まあ、明言されたんで、まあ、今日例えばね、ジャイアンツが勝ってる試合であればですね、まあ、9回大勢投手が、まあ、出てくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、そこで、前々から言われてた、その、臨機応変に勝利の方程式を変えていくってところなんですけど、普通の、オーソドックスというか、普通で言えばですね、まあ、勝ってれば、まあ、7回、8回、9回っていうのは、まあ、このピッチャーで行くっていうのはね、大体、昔の、阪神みたいに JFK みたいな感じでね、決まってるっていうところがあるんですけども、まあ、ジャイアンツの、まあ、安倍監督の考え的にはですね、まあ、決めることももちろんそう、いいんだけど、その選手たちのコンディションとか、そんだけ駒がいるというかね、戦力があったら、臨機応変に変えれるよねっていうところで、まあその現状ね、まあ大勢投手は9回固定というふうなことを明言したんですけど、まああとの7回、8回というところを、まあ今のね、今日のベンチで見るとですね、まあケラー投手であったりとか中川投手、バルノダード投手、このまあ3名ぐらいで、まあぐるぐる、まあ2イニングをね、まあぐるぐるこう調子を見ながら、相手の打線のね、兼ね合いも見ながらっていうところで、起用していくっていうんじゃないかなって僕は思うんですよね。で、じゃあ、新勝利の方程式は分かったけども、その他のピッチャーどうなのっていうところ気になってる方いらっしゃると思うんで、ちょっとお話ししていきたいんですけど、今現状ね、今日現状で言うと、まあベンチに入ってんのは、まあ畑投手、高梨投手、船場様投手、泉投手、平内投手が入ってますと。で、まあ非常にね、役割がはっきりしてるというか、非常にバランスの取れたリリーフ陣だなっていうふうに思うんですよね。はい。例えばですけども、まあ、高梨投手であったりとか、船場様投手で言ったら、まあ、左のサイドハンドと右のサイドハンドっていうところで、まあ、この間ね、中川投手が、大勢投手がいない時はですね、まあ、高梨さんであったりとか、船場様投手がね、結構その、フル稼働してたようなね、イメージはあったんですけども、まあ、この二人が帰ってきたことで、本来の役割というかね、
まあ一人一冊じゃないですけども、まあ右バッターに、例えば船場さんの投手を当てるとか、左の強打者に対して、高梨さんを当てるみたいな、まあ系統というかね、そういった小切れというかね、そういった系統が、まあ可能になってくるんじゃないかなって、より一層やりやすくなるんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、泉投手、平内投手、まあ、今で言ったら、畠投手も入ってますけども、まあ、その3人で言ったら、まあ、まあ、敗戦っていう風な書き方しましたけども、まあ、この投手とかのね、泉投手も平内投手も防御率が0点台なんでね、その負けてるパターンの時に投げてくるピッチャーが防御率0点台っていうところで、すごいなっていうところあるし、去年で言えばですね、その、まあ、勝ちパターンもなかなかあんまり、強くないしというか、なかなかこう固定できてないし、負けパターンというか負けてる時に、本音を言えばですね、やっぱりこう、いいピッチングをしてくれて、そこから逆転なんかができると、それは一番理想なんですけども、去年の記憶をね、辿るとですね、まあ余計に点差を広げられたりとか、そういったことがあったと思うんですけども、まあ、今年のこの、まあ敗戦、濃厚の時に投げるピッチャーっていう言い方はちょっと失礼かもしれないですけども、そういう負けパターンの時に投げるピッチャーも、こんだけ防御率が0点台が2人いるっていうところで、やはりなかなかね、相手からしたら、得点をさらにこう、取っていこうとすることができないと思うし、ジャイアンツからしたら、このピッチャー陣がいることで、なんて言うんだろう、得点を広げられずにそこから攻撃に集中していけるっていうことがあると思うので、そういったところは非常にね、全体を通してですね、まあ9名入ってますけども、今日ね、非常にもう、本当に、盤石のリリーフ陣が完成したんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、そこで、まあ今、畠投手入ってますけども、まあ西田投手が今、リフレッシュ休暇というかね、まあ、杉内さんとかは、なんか早めの夏休みとかいう言い方をしてましたけども、まあフォームを崩してたりとかってしてるんで、ちょっとしっかり直してきてっていうようなね、コメントがありました。で、おそらくですが、畠投手ね、めちゃくちゃ2軍で抑えててですね、まあ1軍で、まあ投げる機会もね、あると思うんですけども、おそらく西田投手が帰ってくるっていうところになったら、畠投手と入れ替えになるんじゃないかなっていうのがありますと。で、非常にね、いいピッチャー陣が揃ってるというところがあるんですが、やはり、ちょっと、まあ弱点というか、まあその、懸念点もあるっていうのは確かなんですよね。実際、昨日かな、大勢投手と中川投手の投球見てましたけども、やはりまだボールをしっかり操れてないなっていうところはありますし、大勢投手に関しては非常に出力というかね、パワーというところに関しては出てると思うんですけど、ちょっとコントロールがね、あまりにもアバウトすぎて、ちょっとフォアボールが多すぎるなっていう、劇場型になりつつあるっていうところがあるんで、非常にちょっと、まあ、ここから投げてって、まあ、調整してってっていうところではあると思うんですけども、そこをね、まあ、今日の試合、まあ、どういう感じで、まあ、勝ってたらね、投げてくれると思うんで、どんな感じで修正してきているのかなっていうところも、まあ見物だと思いますし、まあ中川投手に関しても、まあこの間ね、先頭バッターフォアボール出してるかな。で、そこで、まあ1点取られたっていうところもありますけども、まあその、絶対感というか、これ出てきたら打てへんのやろうなっていう感じの、相手に絶望感を与えるようなピッチングでは、間違いなくなかったかなっていうふうに思うので、まあ投げてって、だと思うんですけど、ちょっとね、この二人が、まあ実際ね、帰ってきて、すごく頼もしいのは頼もしいんですけど、実際どこまで、これからね、調子を上げていってくれるか、前みたいにというかね、やってくれるかっていうところによっては、またね、いろいろ使い方とかも変わってくるのかなというふうに思うので、まあ一番はね、もう一回怪我をしないっていうのがね、もう一番大前提ですし、さすがにもう一回怪我しちゃうと、ちょっとしらげちゃうというか、チーム自体も、おい、なんやねんと。こんだけ期待して待ってて、帰ってきて、なんていうの、立場というか、その場所も与えてるのに、また怪我するんかみたいな感じで、ちょっとしらけるというか、信頼感というかね、そういったところにも関わってくると思うので、もう絶対、もう一回はね、怪我は絶対してほしくないというのはありますし、まあ、投げてっての、調子を上げてって、上げていくっていうところだと思いますけども、そこをね、まあ、今日の試合、もし勝ってたらね、二人の投球っていうところも注力してね、しっかり見ていきたいと思います。てな感じでですね、今日はですね、まあ、新勝利の方程式というところを見ながらね、話していきました。まあ、その他の、
付け加えるようですけど、他の懸念点で言うとね、まあ、ケラー投手はちょっとまあ、一発病というかね、まあ、今シーズン5失点してて、全部がソロホームランというかね、ホームランでの失点っていうところなんで、ちょっとその一発病に不安があったりとか、バルドナード投手も、まあ、初めての球場とかね、まあ、ちょっと交流戦が終わったんで、まあ、大体ね、初めての球場っていうのはなくなるんで大丈夫だと思うんですけど、初めての球場とか初めての相手に対してちょっとこう、アジャストというかね、適応できなかったっていうところもあったりとか、まあ、やっぱり、ピッチャーなんでね、多少、欠点というか、苦手なところはね、打者と一緒であるのは当然だと思いますし、そこをね、あるからこそ、やはり複数人で勝利の方程式を回していくっていう意味があるというかね、できるんであればそっちの方が絶対理想じゃないかなっていうふうに僕も思っております。はい、そんな感じでね、今日の試合も中日とやってますけども、試合終わりね、できるだけ早く、試合開始出していきたいと思いますんで、ぜひそちらの方もご覧ください。そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。